2024年3月16日午前3時日本時間午前10時までに調べた。ウクライナ最新戦況です。ハイライト。戦況図の説明が終わった後に注目したい事柄トピックスをお伝えします。お知らせです。昨日もお休みをいただき申し訳ありませんでした。プレゼント当選者のうち2名の方からまだ送り先情報をいただけていません。メールを送っておりますので返信する形で送り先情報をお送りください。3月15日のハイライト。3月15日日中は前線で合計68回の戦闘が発生しています。自由ロシア軍団をはじめとするロシア反政府軍はベルゴロド州とクルスク州で活動を継続しており、ベルゴロド市内には砲撃も加えられています。詳しくは地域別戦況報告で。大統領選の投票がロシアで始まりましたが、数々の妨害が行われているようです。詳しくは注目したい事柄で。戦況に大きく関わる天候に関する報告からです。2024年3月15日から16日の天気予報では、南部及び東部地域で散発的なみぞれや雨が見られる見込みです。西部及び北部地域ではほぼ曇りが予想されます。風は北東から吹き、速度は2から4メートル毎秒です。最低気温は1度となっています。3月17日から18日の期間には西部及び北部地域で小雨や雨が降る予報です。南部及び東部地域では曇りとなるでしょう。この期間の最低気温はプラス2度と予想されます。最低気温がプラスに転じました。ロシア軍の損失に関わる報告。ウクライナ軍参謀本部提供、ルッカースタジオ google.com。 亡くなった兵士の数580名、7日間平均873名と激減しています。理由ははっきりしませんが、足元の状態がかなり悪そうです。航空機を含めた損失額は2821万ドル相当と推定されています。地上装備の損失は64台、7日間平均の損失台数は125台となっており、主要兵器の損失数は無人機34機、戦車1両、砲銃5門、多連装発射機0門、装甲車両11両、非装甲車両34両、対空システム0台となっています。空爆に関する報告、ウクライナ軍参謀本部提供。3月15日、ウクライナ軍の陣地や様々な居住地に対して、ロシア軍による空爆が57回、ミサイル攻撃が8回、多連装ロケットシステムマーズによる攻撃が46回行われました。これらの攻撃により、残念ながら民間人の間に死傷者が出ています。オデッサでは複数のミサイルによる空爆を行い、最初の空爆に対応して救助活動中だった国家緊急サービスの救助隊員たちが入ったところで、次の空爆を行いました。今回の連続空爆の結果、予備的な情報によると、少なくとも19人が死亡し、他に70人が負傷しており、犠牲者はまだ増える見込みです。オデッサでは、繰り返しミサイルによる空爆が行われており、犠牲者が出続けています。しかも、民間の住宅などに対する攻撃で1回目も2回目も同じ場所に撃ち込んでいることから、狙って撃っていることは
間違いないでしょう。意図的な攻撃です。また、ウクライナには弾道弾を迎撃できるミサイルシステムがまだまだ必要でしょうし、報復を行うための弾道弾も必要ではないでしょうか。弾道弾は迎撃が難しく、防ぐのは容易ではありません。報復手段を持って抑止する方が良い気がします。3月15日、ウクライナ軍の空爆は、ロシア軍の集結地あるいは基地に対して7回実施されました。長距離打撃兵器に関する報告、ウクライナ軍参謀本部提供。ウクライナの長距離ロケット、ミサイルなどによる攻撃は行われませんでした。ここ数日、ハイマースによる攻撃などがかなり減少あるいは行われておらず、天候も発射を妨げるような天候ではなく、GMARSなどの発射体が枯渇してきた可能性があります。ロシア側での爆発、炎上。14日の出来事になりますが、ロシア南部ソチの空港で何かが爆発、炎上しています。詳細については発表がありません。15日も石油関連施設が狙われており、大きな爆発の後、火災が発生しています。こちらは、防空部隊が全く配されていなかったようです。ドローンのエンジンの音はしましたが、防空部隊の対空砲などの音は全く聞こえていませんでした。場所はカルーガ地方ペルビザボドとなります。場所はこちらになります。次に、戦況について、戦況図を使ってご説明します。東北方面。この方面で、ロシア軍は国境地帯の30以上の集落を砲爆撃し、民間人に被害が出ています。ベルゴロドとクルスクでは、自由ロシア軍団をはじめとするロシア反政府軍が活動を続けており、ベルゴロド市内では砲撃とドローン攻撃で民間人にも死傷者が出ています。自由ロシア軍団は、新たに1箇所でベルゴロド州との国境を越えて進軍しています。クピャンシク方面。この方面で、ロシア軍は、タバイウカに対して3回の攻撃を行い、戦術的に有利になる地形を奪取しようとしましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。今回は拡大図でタバイウカ周辺の状況を確認します。映像で確認できる限りで言うと、タバイウカはウクライナ軍が保持しており、ロシア軍は侵入していません。ただし、ロシア軍はタバイウカの直前まで進出しており、間合いをかなり詰めてきています。次の総攻撃があれば、市街戦に入る可能性が高いと思われますが、ウクライナ軍はタバイウカで、無理をすることなく、タバイウカの西側にある高台に引いて、防御を固める方が、固く守れるでしょう。ロシア軍は、他に、ペトロパブリウカ付近で空爆を行っています。スバトベ方面。
この方面でロシア軍は地上部隊による攻撃は行わず、2日連続でナディアに対して空爆を行っています。クレミンナ方面、この方面でロシア軍はテルヌイに対して5回の攻撃を行い、ウクライナ軍防衛線突破を目論みましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。シベルシクリシチャンシク方面、この方面でロシア軍はビロホリウカとロズドリウカに対して計4回の攻撃を行い、ウクライナ軍陣地を突破しようと試みましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。ロシア軍は他にシベルシクに対して空爆を行っています。東部バフムトアルチェモスク方面、この方面でロシア軍は珍しく地上部隊による攻撃を行わず、チャシウヤールに対して空爆を行っています。東部ドネツク市方面北側、この方面でロシア軍は大規模な戦力を投入して激しく攻撃を行っており、ベルディチ、オルリウカ、トネニケ、ペルボマイシケに対して計20回以上の攻撃を行い、ウクライナ軍防衛線を突破しようとしましたが、ウクライナ軍参謀本部の発表では攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。昨日近藤が動画を休んでしまいお伝えできませんでしたが、ベルディチでウクライナ軍の重要な防衛線が破られました。拡大図を用意していますので、そちらをご覧ください。ベルディチでロシア軍は東西に流れる川と南北に流れる川の両方を突破しています。ベルディチはいずれ放棄する予定と考えられており、さほど大きな問題ではありません。問題なのは南北に流れる川を利用した防衛線を突破されて西側に侵入を許したことです。赤い破線で囲まれている部分が14日と15日に失われてロシア軍に奪われた領域となります。おそらく橋の爆破に手間取ったか行き違いがあったものと考えられます。ウクライナ軍も反撃に出ており、おそらく川の西側は取り戻したと推定されていますが、まだ確認はできていません。この南北に走る川はこの付近の防衛線では最終ラインとなりますので、ここを突破されると数キロ後方の陣地まで後退する必要が出てきますので、今ここを突破されてそのままにはできないと思われます。ベルディチで深く入られたこともあり、オルリウカの北側でもロシア軍は前進しています。ロシア軍は他にケラミク、ノボバフムチウカ、セメニウカ、ウマンシケに対して空爆を行っています。東部ドネツク市方面南側、この方面でロシア軍はクラスノホリウカ、ヘオルヒーウカに対して航空支援を受けながら計22回もの攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。この方面でもロシア軍は
かなりの規模の部隊を集結させ、攻撃を行っていますが、ウクライナ軍の激しい抵抗で、かなりの損害が出ています。ロシア軍は、他にポベーダ付近のウクライナ軍陣地と、コスチャンテニウカに対して空爆を行っています。南部ザポリージャ州方面、ベリカ・ノボシルカ攻撃軸。この方面で、ロシア軍はステロマヨルシケに対して、1回の攻撃を行いましたが、攻撃はウクライナ軍守備隊により、撃退されています。オリヒウ・オレホボ攻撃軸。この方面で、ロシア軍は、ロボティネに対して4回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。南部ヘルソン州方面。この方面で、ロシア軍はクリンキ橋東方に対して3回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。南部沿岸域及びクリミア半島についての戦況。この方面で報告すべき情報はありませんでした。次に注目したい事柄です。15個の TM62 対戦車地雷を搭載したウクライナの地雷敷設ドローンのテスト映像です。ウクライナ軍はありとあらゆる場所で活躍できるドローンを各部隊が作っているようで、実戦で使用しながら、より使いやすいものを開発しているようです。そのため、同時に複数のドローンが同じ用途で開発され、比較できるようです。現場の声、優先のようです。戦時ならではの方法だと思います。ドイツの武器関連企業、ラインメタルは今年武器販売による記録的な利益が見込まれる中、ウクライナに少なくとも4つの工場を開設する計画を発表した。同社はここ数ヶ月間弾薬不足に悩まされているウクライナの工場は砲弾、戦闘車両、防空システムを生産するように設計されると述べた。AFP の記事より、タウルス巡航ミサイルは送らないが、儲かりそうな兵器工場の建設は喜んで進めます。というドイツの主戦度な動きには、どうにもムカッとするものがあります。ドイツのオラフ・ショルツ首相は、ベルリンでのエマニュエル・マクロン、フランス大統領及びドナルド・トゥスク、ポーランド首相との会談後の記者会見で、世界市場からのウクライナ向け武器調達を増やす計画を明らかにした。同氏は、欧州のウクライナへの支援は今後も堅固であり、凍結されたロシア資産はウクライナへの金融支援に活用されると強調した。フランス大統領府公式アカウントから、凍結したロシア資産をウクライナへの金融支援に活用することはできても、タウルス巡航ミサイルをウクライナに提供することは、ドイツが戦争に巻き込まれるからできないと、ドイツのショルツ首相は言い張っています。この人は、どこで、どういう線引きをすると、こういう結論になるのでしょうか。不思議です。
ロシア大統領選では投票所で様々な事件が起きています。放火、投票済みの投票用紙にインクをかける、仮装して投票所に現れる、爆破するなどです。プーチン大統領の手法に対する反感はかなり溜まっていると思われ、投票所への妨害では女性の行動が多く見られたことから、出征した家族への思いがかなり強く行動に出ていると思われます。ロシアがひた隠しにする30万もの死傷者の家族の怨嗟が着実にロシア国内で反プーチン感情につながっていると思われます。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。